原作の,アニあの「シャンブルネコ」はどっちかというとあの電波ジャックをする二、まあ、人の女性の話なんですけども今回あのアニメーションの場合はあのーまあ、テロを、まあ、未然に防ぐ、まあ、要因といいますかねだからそういう感じで、えー、作ってあります。でこれはあの、うん、原作とその、えー アニメーションのこうなんか振り分けというか、まあ、アニメーションはア,アニメーションでしか見れないものを作ろうということで、えー、作ってありますんで、まあ、それはアニメーションはあのー、それなりになんかよくできてるし活劇ものとしても結構面白いなとは思ってます。 もともとはねあの原作の場合はあの青年誌であの連載したんですけど、あのーまあ、僕が描く女性のキャラクターっていうのはあのーまあ、ご存知の通り割とあの色っぽい女性で、えーまあ、この女性をあの、まあ、2つに分けたんですよね。で割とあの頭のいい女性っていうかあの落ち着いた女性というかそういう女性と。 でか割とあの行動的な女性の2人に分けて、まあ、そのパターンをそのなんかうまく漫画で表せないかなというところだったんですけど、まあ、読者があの、まあ、僕の書いてる漫画誌そのものはあの青年漫画のもんですから、まあ、読者はどうしてもあの男性の方が多いですしまああのどれだけ男性の読者にこう。 サービスできるかなというね、まあそういう感じでちょっとあの書いてみたんですけど、まあ割とあの僕とじ自身僕自身としてはあの楽しみながら書いた作品ですね。えー、脚本の企画から、えー、まああの参加してましたけど、あのー、もうあとはほとんどねあのー。 なんかプロに任せた方がいいんじゃないかなっていう感じで、まあ、ほとんどプロに任せてで作ってもらったっていうところですねで、あのー、脚本の段階それから絵コントの段階っていうのはもう全部相談を受けてますしで僕としてはもう,もう全面的に、あのー、現場の人を信頼して作ってもらったんで、まあ、結果的にはもういいものが出来上がってるなと思ってますけど。 まあ藤子の「原型って言いますかね、あのー、ルパン」始める前にあの、まあ、あの女性のキャラクターとして出すあの、まあ、書く作品があったら純、まあ、と直美というかああいう女性を主人公にして書きたいなっていうところがあの藤子を書く前にありましたから,だからそれがあの、まあ「ルパン三世」っていう作品が先になっちゃったもんですから、まああのーまあ、先にあの藤子が出ちゃったというところなんですけど。 もしあの「ルパン三世」書かなかったらあのこのシャムデコンが先になってたんじゃないかなとそういう感じしますね。漫画の場合はどうしても動かないんであの女性のこう女性らしい動きっていうのがなかなかこう止まってる絵じゃ出しにくいんですけども、あのー、やっぱり動いてるっていうのはやっぱりそれだけ強みがあってやっぱりその女性女性のその。 動きっていうかね、それがその性格を出せる動きになってるんで。まあ、その点は、あの、すごく。アニメーションが良かったなとは思ってますね。ちょっと漫画家としては、ちょっと悔しいなという感じがしますけども、うん。もしやるとしたら、その。ウェブ上で流したいとかね、で、あの、た。多少音を入れてとか。 あるいはその CD-ROM とかあるいは DVD でやってみたいっていう考えがありますね。<music> あの科学というかねでそういうのがやっぱりもっともっとこう二次新鋭で発達するんじゃないかっていう,うな感じしますし、この間あの、えー、神社っていう乗り物が出てきたのを見てちょっとびっくりしたんですけども、なんかああいうその突 なものが今度なんかどん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 出てくるんじゃないかなという感じしますねあの僕としてはもうあのこれからの技術っていうかね何テクノロジーっていうのはもう一日も目が離せないなというそういう感じでは思ってますけども <music> まああの例えばあの映画なんかもそうなんですけど見るときはとにかく徹底的に楽しみたいっていうあの 考えてみますでそれがその裏切られた時っていうのはもうなんかもうすごく嫌な感じなんですけども、あのーまあ、今度シャムネコをご覧になるにあたってはとにかくあのもう、えー、なんか浮世の嫌なことを忘れて徹底的になんかそのシャムネコだけ見て楽しんでほしいなと、まあ、そういう感じしますね。